気を抜かないで。お守り代わりにしてね。たまえ。乗りこなせるかい。
派だよ。やれやれ、えぐいもの作りやがって。これで先へ進めるわね。ええ。
私の言ってた怪しいエリアってやつか。何もかもが巨大だね。空気、匂い、それになんだこの音は。聞いていると気分が悪くなってくる。この声、誰かいるの？お姉ちゃん、お姉ちゃんなのね。どこにいるの？返事をして。カサネちゃん、お姉ちゃん、やっぱりお姉ちゃんなんだ。その声、本当にカサネちゃんなの？ナオミとブレイントークがつながった。じゃあこの近くにいるのね。ナオミの反応確認。こちらでも補足できました。待ってください。私のことは。お姉ちゃん、すぐに行くから。この部屋ね。お姉ちゃん、ドアから離れて。今壊すから。そんなことをしなくとも、すぐロックは解除できる。ダメ、開けないで。お姉ちゃん、無事？これが今のナオミの姿なのね。なんだ、何なんだ。どうしてナオミが怪異になっているんだ。ごめんね、お姉ちゃん。私を守ったりしたから。いいんだよ、カサネちゃん。カサネちゃんが助かってよかったから。でも本当にいいの？カ
サメちゃんが元気そうでよかった。お姉ちゃんのおかげ、元気だよ。でもどうしてこんなところに。やあナオミ、我々は君の無事を確かめたかったんだ。本当はそれだけじゃなくて、お姉ちゃんを助けたい。でも、でも。ありがとう、カサネちゃん。でもね、今はこのままでいいの。私は今、怪異になっているから、外に出たら生きていけないもの。お姉ちゃん、ごめん。ごめんね。はい、そこまでにしましょう。あまり謝りすぎたらナオミも困っちゃうわ。だな。ナオミちゃんのことを気にするなら、今は互いの無事が確認できただけで満足しとこうぜ。杏花隊長、ごめんなさい。私こんなことになっちゃって。ううん、いいの。元気？病気とか怪我とか、この施設の人にひどいこととかされたりしていない？大丈夫です。ここの人は親切で、怪異の私にも。お姉ちゃん。でもアンプルがない時はすごく苦しくて、言葉も通じなくなって。カサネちゃん、お願い、もうここには来ないで。私のことは忘れてほしい。やだ、お姉ちゃん、せっかく会えたのに。会えたんだよ。アンプルが持ってる。カサネ、出るわよ。ナオミのことを一番に考えるの。お姉ちゃん。やはり来たのか。カレン連隊長。やはりね。もしかして俺たち、カレン連隊長の手のひらの上で華麗にステップ踏まされてたのかね。ナオミはアンプル剤によって人格の維持ができている。だがこれは一時的な処置に過ぎない。完全に怪異の状態から人に戻す必要がある。そのためには重ね、お前の超能力が必要だ。それは本当なのよね。お姉ちゃんを怪異兵器に使おうとしているなら。それはセーランへの方便に過ぎない。この施設の真の目的は人間由来怪異を元に戻すことにある。それなら私は何をすればいいの？今はまだ力を蓄える時だ。こちらの準備も整っていない。それまでお前は怪異討伐任務につける。今しばらく時を待て。ナオミの命は保証する。納得はできない。でも今は従うわ。お姉ちゃんを助けるために。ならばセーランへ戻って待機していろ。これ以上勝手な真似はしてくれるなよ。セーランで待機命令なら、とりあえず町で買い出しをしておきましょうか。そうだな。医療品や必要なものを揃えておいた方がいい。おい、カサネも来いよ。え？あ、そうね、わかったわ。
街で少し気晴らしでもして気持ちの切り替えをしないと。そうね、ハサネには無理強いはできないけれど。そうだな、ナオミのあの姿を見たら僕だって動揺せずには。近くに物資反応があるようだ。チェックしたらどうだ。せ、さて待機って言われてもな。海抜軍本部へでも行ってみるか。いえ、その前に我々の話を聞いていただけませんか。あなたはどちら様。ご挨拶が遅れて失礼しました。青蘭政府の者です。皆様にお願いしたいことがあって参りました。トラバース様とは別の意向を持った方々からのご依頼となります。どういうことだ。カレン連隊長とセイランの政府は一枚岩じゃないのか。クナドゲートが生成された原因にユイとスメラギが関係していると判明しました。指揮者が言うにはクナドゲートをこのまま放置しておけば
世界に大きな災いをもたらすとのこと。そのため私たちはユイとスメラギの暗殺をトラバース様に進言いたしました。しかし退けられてしまいまして、そこで私たちは改めて考慮し決めたのです。スメラギ議長を暗殺した英雄に依頼すべきだと。カサネにユイトを暗殺してこいって言うの？いいわ。カサネ、お前何を言ってるのか分かっているのか？そう言っていただけて助かります。ユイとスメラギは現在菊池場で何らかの任務を遂行中であるという情報を掴んでおります。後のことはお任せします。それでは私はこれで失礼します。今の男、何者かまでは特定できなかったけど、セイラン自治政府の官邸所属ってことは確認できたわ。では政府からの依頼だという話は眉唾ではなさそうだね。カサネ、やっぱりユイトを暗殺するの？なあ、俺が言うのもなんだが極端が過ぎないか？未来のユイトから聞いたって話を疑う気はねえけど。カゲロウの言う通りだ。確かに状況証拠は揃っているが、それらは間接的な証拠に過ぎない。カレン連隊長の意思にも反することになるんだぞ。それでもやるっていうのか？ええ、ユイトを殺すわ。多分それが唯一の解決法だから。何を分かった顔をして。それじゃ私菊池場へ向かうわ。ああ、クソ、勝手に行くんじゃない。ちょっと待ってちょうだい、カサネ。ここで終点ね。
どいてもらうわ。はっはっ、くらえ。気を抜かないで。グータラ力も上がった気がするよ。
ここは完成すれば立派な町になったんでしょうけど、建設途中で放置されている姿はなんだか哀れね。でも私その場所結構好きなの。むき出しの鉄骨とかクレーンとかってロマンを感じない？ロマン？仕留めた。私は自分がロマンというものを感じたことがあるのかどうかすらよくわからないわ。水での攻撃を確認したけど大丈夫だった？水浸しになると動きにくいのよね。敵は電気で攻撃してきてるわね。当てると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。決めるわ。終わりに。終わりやるね。お見事。
仕留めた。車両を怪異たちにぶつけられたら一気に片付けられるんじゃないか。気を抜かないで。車両を怪異たちにぶつけられたら一気に片付けられるんじゃないか。避けないで行くわ。外角へのダメージを確認。壊せそうだ。
うよ。ドライブだ。決めるわ。終わりだ。すごいな、鮮やかな敵技だった。下がってよ。変わる足で。目的は
ればいいものを。なんとか。足にしておくぞ。